シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はミッションインポッシブルデッドレコニングパート1について語ってまいりたいと思います。では早速 T さんいかがでしたか？面白かったです、うん、もう予告からあのシーンがアクションシーンが楽しみすぎたので、うんうん、もうそこが来たらもうすごい嬉しかったです、うん、はい。ミッションインポッシブル、まあ、直近あのインディ・ジョーンズ、うん、それからちょっとその前にあのワイルドスピードハ、うん、リウッドアクションを3本見たんですけど、うんうん、しかもスパイモンね、うん、これが一番面白かったですかね。あ、これ一番面白かった、私は、うん、結構、まあ、面白いっていうか楽しめた、うんうん、見てて楽しかったですね、はい、あ、それで終わりなんだ、はいまあ、僕ちょっとあの見てて思ったのはこの悪役設定は、うん、皆さんどう受け止められてるのかなと思って、なるほどね、うん、それが気になりました、うん、あとやっぱほら、もともと僕らが最初見たミッションインポッシブルは多分基本的にはアメリカ母体じゃないですか、はいはい、でも多分今彼らが属してるのはインターナショナル母体だと思うんだよね、うんうんうん、その辺のそのいいもの設定もさ、うん、どういうふうに皆さん受け止めてるのかしら、うんうん、っていう、なんかこの2つは結構いいものの概念と悪者の概念、うんうん、まあ、基本的には完全懲悪じゃないですか、はい、で世界のために頑張るっていうのが設定だと思うんで、うんうん、それは皆さんどのぐらい思いながら見てるのかなっていうのはちょっと気になりましたね、うんうんうん、気になるっていうかあんまどうでもいいんだけど、うん、割と見てる人はその辺はどう思いながら見てるのかなっていうのはちょっとね、はいはいはい、興味深く。でも竹内さんのそういう疑問っていうか、うん、着目をされるのは、うん、私は見ててすごい今そう聞かれるとよくわかります、ね、うん、いや最近だからほら完全懲悪の映画ってなかなか難しいじゃないですか、ね、どっち側のこう正義でどっち側の悪かっていうのがね、うんうん、だからこのミッションインポッシブルってなかなかその、寄って立つその正義と悪っていうのが今もこう難しい概念になって世の中でやっぱり作んなきゃなんないわけじゃないか、はい、そこがねあの見てる側はどう思うんだろうっていうのはすごい興味深いですね。なるほど、うん、じゃあお願いします。ネタバレしますよ、はい、これがね、ヴィヴァンだったらネタバレしますよ007 は MI6 でイギリスなんですかね。もちろんですよね、うん、でこれって CIA 出てくるじゃないですか。もともとはね、もともとは多分このイーサンも CIA に属したんだと思うんだけど、うんうん、ある時からそのなんだっけ M なんとかっていう MI6 じゃなくて、あの IMF、はいはいはい、IMF、うん、っていう今だからインターナショナルの組織にいるってことだよねこれ、うんうん、だから CIA と敵対したりするわけだよね、うんうん、今は、うんうん、だからそういうのを CIA だ MI6 だ、うん、で今のイーサンがいるチームは確かにちょっとずつはなんか影を感じながらは見ますけどね、うんうん、だからその当然悪の設定がね、うん、今逆に悪の設定って難しいじゃないですか、うん、まあ基本的に言えば西側は、うん、まあロシア中国北朝鮮連合みたいな感じになってるけど、うん、一応でも中国もロシアも世界の一員っていうことになってるじゃないですか、うん、一応北朝鮮は暴れん坊とかね、うん、あとまあ中近東やアフリカのどっかの国は仮想敵国として見られることもあるけれど、そういうふうにその悪の概念を考えるのはなかなか難しい時代にミッションインポッシブルという話をね成立させるのはなかなか難しいなとは思ってね。でもそのロシアの潜水艦から始まるじゃないですか、はいはい、だからやっぱり最初はそのロシア中国の、うん、まあ、どっちかというと独裁および共産権対西側諸国みたいな図式なんだろうなと思って、うんうんうん、だから NATO みたいなもんだよね、うん、あの意識的にはね、うんうん、もちろん NATO と IMF を一緒にするつもりはないんだけど、うんうん、まあ、でも概念的にはそういうことなのかなっていうふうに思うよね、うんうんうん、それで悪はどうなの。悪はだからそのとにかく世界を自分の手中にしたいわけでしょ。今の阪神の監督みたいじゃん。えどういうこと。いやあれあれだよあれこれあれ一時あれ、うん、いつもあれなんだっけ。あれおーんって言うんだよね。違うよ。え今年はあれなんだよ。あれなの。うん、あれってなんだか知ってるでしょ。え優勝の音。そう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 、うん、
でもあのお母さんは毎回なんかうんとか言うんですよね。いやそうじゃなくて、うん、一応あれっていうのが今年の阪神球団の、うん、目標、いやいや象徴なのよ。これがだから優勝イコールあれっていう概念は割とこうみんな阪神ファン共有してると思うんだけど、それじゃん映画に出てくる、うん、あんまりはっきりはしてない、うん、あの第三者から見ると、うん、一応当事者は分かってる。いや説明的にはいわゆる AI ってことになってるんだけど、それでいいのかなっていう、だから AI をコントロールできる絶対的な権力を持てるその AI を鍵があれば使えるってことなんですかね。いやその AI を使えるってことになるんでしょうね、でも今 AI が暴走していてあれイコール AI っていうなんか設定に、一応この前編だけ見るとそうなってるよね。 T さんどう受け取りましたか？ T さん悪をこの映画の中に出てくる悪、でもなんか別にそんなに引っかからなかったと。どうでもいい、なんかこうレッドヘリングみたいなものとして見てる、曖昧暴力、まあ、でもそれもあるよね、なんか完全にレッドヘリング的な扱いになってるよね。ロシアとあの限定はできないかなみたいな。いやロシアがその悪にやられたわけよ。悪にやられたのかな。そうだよ、だって爆発したじゃん、みんな死んでたよ、だってロシアの人。だからあれはロシアがその扱っていた AI が暴走して全世界の敵に回ったっていう設定になってる、ね、俺だからそこに実はだから CIA なりアメリカがちょっと絡んでたのかな。で CIA をがその AI を獲得しようとしてるわけ、だから取り合いになってんだよ。じゃああの魚雷はあれは暴走なんですね。 AI わざと、そのなんていうのかな、自分の母体を操っているロシアを、ロシアの潜水艦を破壊して、その AI が独自な位置に座るために壊したんだというふうに、まあだからそういう設定の方が描きやすい、ね、でもそれが一応今表設定にはなってるけど、そのまま最後までいくかどうか分かんない、まあ、だからその AI をコントロールしようとする悪がいるかもしれない。いやそうじゃなくて、実はだからその AI をコントロールしてる悪がいるのかも分かんない、もうすでに、もうすでに、でも鍵がないとダメなんでしょ。いやだからそれも分かんない、あの一応だから今はみんなねその表設定で取り合ってるわけじゃん、でも本当に表設定だけでいくのかなっていうのは一見ても分かんねえんじゃねえかって僕は言いたいわけ、分かった僕の言いたいことは。分かったと思ってる。そこがね、じゃあ鍵が入手できて、潜水艦潜ってガチャってやっても、それで変わんないかもしれない、もしくはもうすでに違うものが操作してる。いやだから表設定がそのままずっと通るんなら、まああの何使えるようになるんだろうなと。だけど実は本当にその設定でこのドラマ最後までいくのかどうかちょっと分かんないので、もしかしたらそれは違うのかもしれないし、兄さんが潜水艦に潜って鍵ガチャってやってもあれ何も変わらないみたいな、それはちょっと分かんないけどね。あとはもう本当にただのレッドヘリングで、突き通すのかもしれない、どうなんですかね、でもこれ2がいつになるやらって感じじゃないですか、まあ、だから今のストが回避されない限り、2は見られないか、もしくは今撮った中で、再編集あの追加追撮はできないか。いやいやだからあのいわゆる、そのなんていうの、終わらなせないで3部編成にするとか、そういうことはあり得ると思うんだよね。これ長かったよね、2時間40分長かったですよ。だから次回は1時間35分ぐらいで2を作っといて3にするって言っても、もしかしたらあり得るかも、3部作にしちゃうって言ってたよねっていう手もね、起こり得るかなと思うよ、このあのストライキで、でも3部制にしても儲かるからいいんじゃないのかな。どうなんでしょう。でもなんか1がさ2時間40何分あって、2がいきなり1時間35分とかだったらちょっと拍子抜けするよね。ええってなりますね。あと間空きすぎちゃうかな、忘れちゃう。いやだからもうね、全部使わずに第2部を作って第3部につなげるみたいなことはあり得るかもしれない、考えるかもしれないよね、プロデューサー考えたら、ね、もし俺がプロデューサーだったらもうこれ2作っちゃっていいんじゃねみたいになると思う、だって5年空けて2やってもしょうがねえだろみたいな、っていうかいつ終わるか分かんねえだろこんなのみたいな話になると思う。しかもお金寝ちゃうしね、でしかもこのミッションインポッシブルぐらいだといくらぐらいかけてんのこれ。500億ドルとか。そう、500億ドル。なわけないでしょ。でしょ。だから答えてくれればいいのに。
多分500億ドルって言うと何か言うと思ったでも2、300億をもっとかかってるか2、300億。いやそういうこと。500億円あ、500億円ね、うん、ってことは50億ドル、うん、ん50億ドル5億ドル5億ドル5億ドルか、うんうん、こう3億ドル5億ドル3億ドル5億ドルぐらい払ってるかもしれない。そのぐらいはかかってると思いますけどね、うん、どのぐらい、どのぐらい稼ぐんだっけこれ全世界で。いやー1000まではいくかどうかちょっと初動ではそこまでいかない。1000億円、うん、1000億円ってことは10億ドル、うん、1000億円ってあれかいくかもね、分かんないな、ちょっとピンとこない。ちょっと全然我々の使ってる金額と違うからもう全然分かんないよね。どのぐらいかけて作ってんだろうこれ。いや相当すごいよねこれ。でもね、もう何台車潰してるかだよね、うん、しかも新車のいい車ですからね。新車のいい車、どっかの日本映画みたいに中古車バンバン壊してるわけじゃないから。そうそうそう。でもタイプとも思えないんだよな。だって壊すのにタイプしないでしょ、うん、だから車種あの最新がいっぱい出てきますけど、うん、警察車両は特にそうでしたけど、うんうんうん、いろんな車種使ってますからね。まあね、でも車ぐらいへでもないでしょって感じですよね。まあね、うん、それよりやっぱトム・クルーズのこの大丈夫ですかってあの飛び降りのところなんか5000回ぐらいやったんでしょ、うん、そのこれやるために。すごい。だってもしパラシュート開かなかったらトム・クルーズさん映画撮影で死亡とか出ちゃうわけじゃないですか。まあありえるよね、うん、すごい。だからその申し訳ないけどやっぱりインディ・ジョーンズのねアリソン・フォードとは体のね、うん、張りとかだって向こうはアクションが違うよ、ね、80いくつでしょ、うん、しょうがないじゃん。20歳ぐらい差があります、うん、だからそれがまあさらにトムはもっと若く見えるからね、うん、でももう60だもんね。そう、すごいよね。60でこれやると我々だと死んじゃうよ。だから50歳40代ぐらいの動きをしてますよ、ね、いや30いくつじゃない、うん、いやすごいよねこれは。どうですかあのインディ・ジョーンズの列車のシーンと今回の列車。あもう全然今回の方がもちろんですよね。すごいと思う、ね、やっぱりそれ編集撮影キャストまあまあ全てだと思うよね、うん、やっぱりそれは、うん、だからこれもね結構長かったのよ、うん、あの上が、うん、なんだけどやっぱり違うんだよな、ね、うん、飽きさせないですよ、うん、あとあの列車の脱落とかもすごかったね。すごかったな、ね、崖から落っこって1両ずつ落っこっていくとこ面白かった、うん、あのハラハラドキドキさせるのがやっぱ、うん、すごいさすがですよ、ね、本当に。ちょっと一個質問があるんですけど。え、やだよじゃあ T さんに答えてもらおう。何あの冒頭の潜水艦でうん、うん、あれロシア兵ですよ、ね、もちろんもちろんロシア海軍ですよ、ね、ロシア海軍なんで英語喋ってるんですかね。えでロシア風の英語だったでしょ。 なんでだから下手くそ英語喋るんですか。だからあれはあの一応これはロシア語喋ってんですよっていうことで。なんでロシア語でやんないの。えそれがちょっとわかんない。通じないじゃん。だから字幕じゃダメなのか。やっぱこの映画を見る人は字幕じゃダメなんですかね。うん、まあ一応ワールドワイドを考えて英語にしてんじゃないの。でも一応ロシア語なまりにしてるからこれはロシア語だと思ってくださいってことなんじゃない、っていうことか、うん、じゃあロシア語でやって字幕っていうチョイスかつて一番すごかったレッドオクトーバー上だよね、うんうん、見た見たけど覚えてないで最初ロシア語で始まるんだよ、うん、でカメラがグーンって近づいてってグーンと離れるとロシア語なまりの英語に変わるんだよ。へつまりこれはあの今まで聞いてたようにロシア語だと思って見てくださいねっていうことをやるんだよ映画が、うん、でもいちいちだからもうそれやんなくてもいいんじゃねってことだと思うんだよね多分、うん、じゃあもうなまってる時点でロシア人が喋ってると前提で聞いてくださいねっていうことなんじゃないかなと僕は思いますけど、うん、なるほど、うん、だからそこをちょっとね、まあ、だからこれは映画的お約束事として捉えてくださいっていう概念なんじゃないかな、うん、あの突っ込むつもりも全然なかったんです。あれ頭英語だったっけ。英語でしたね。ロシア語じゃなかった、うん、だから、うん、まあそういうことだろうなとは思って見てました、うん、あんまり僕はもう気にしない、うんうん、もうしょうがないと思って。これちょっと竹内さんに聞くポイントがあるなと思って見てました。だからね、レッドオクトーバー上なんかはそういうやり方をしてんだよね、うん、なるほどね。でもそれってちょっとやっぱ丁寧すぎるんじゃないかっていうふうに思う人もいるんじゃないかな。なるほど。あともう歴史がそういうふうにやってきてるから、うん、そのいわゆる例えばさ、うん、存在の耐えられない軽さって、うん、チェコ語なまりの英語でずっと喋ってんだけど、あれはだからチェコ語というふうに見てくださいってことだと僕は思うんだよね、うんうん、なるほどね、うん、あと
まあ、今回、うん、あの女性はヘイリー・アトウェルさん、ヘイリー・アトウェルね、演じるグレースが、うん、まあまあ主役ですよね、うん、まあ主役だ、ヒロインだね完全に、うん、で私はヘイリー・アトウェルさんより、うん、レベッカ・ファーガソンとバネッサ・カービーの方が良かった、うん、なるほどね、この個人的な好みとしてはこれは個人的な好みなんでああでもレベッカ・ファーガソン好きだった、そうでしたか、はいはいで終わりじゃんかそんな話ね、うんまあ、レベッカ・ファーガソンはシリーズキャラクターだもんね、一応。そうそうそう、そう、うん。で、今回だからなくなっちゃうんだね。でも、また生き返るのかな、生き返るわけねえだろ。ワイルドスピードみたいに。ないでしょ、それは。それはないね。うん、一応、リアリティは結構意識して作られてますかね。まあ、映画内リアリティは突き通してるんじゃないですか、まあ、一応。うん、まあ、ちなみに、レベッカ・ファーガソンはだからあれだよね。あの、なんだっけ。それでも恋するバルセロナですし。うん。うん、でもやっぱりその冒頭のね、うん、オスプレイとかが、うん、もうやっぱりいやメジャーの作品はお金かかってるね、いやメジャーだってそこまでかけないよ、一瞬インポッシブルはお金かかってるって感じですね、これはだからやっぱりトム・クルーズの作品はだよね、うんうん、だから砂漠 の, あの砂嵐の戦闘シーンとかもすごいじゃないですか、どのシーンだっけ、最初のだから彼女が撃たれるとこ、うん、まあ、死んでないけど、うんうん、レベッカ・ファーガソンが、うんうん、あの砂漠で銃構えて待ち構えてるじゃないですか、どこだっけそれ、どんなシーンだっけ、最初の方ですよ、最初の層、うん、最初の方最初の方、どんなシーンだっけ、でほらイーさんが来て、うん、そしたらそこから後ろからまた、あどっちが先だっけ、大軍が行ってイーさんがそれを追っかけるんだっけ、確かそう、助けに行くみたいな感じかな、うん、なんかほんと砂嵐みたいになってる、うん、そうそう、砂嵐の中の銃撃戦がリアリティだっていう、うんうん、すごかったね、うん、そうだったっけ、うん、あとそのほらローマで、うん、あのほら泉のところで、うん、あのフィアットでガチャガチャやるじゃないですか、あの辺がまたリアリティがあって、なんかでもちょっと既視感があったけど、でもワイルドスピードはスピードとほらもっとでかい車でガシャガシャやって中性爆弾かなんかやるじゃないですか、うんうんうん、それはもうファンタジーっていうか、ファンタジーだからね、だけどこっちはやっぱり映画内リアリティを担保しようっていうのがすごくあるから、うん、あるね、そういや俺はだからミッションがやっぱり面白かったですね、うん、比べちゃうと、うん、リアリティがちゃんとあるの、まあ僕はでもさっき の, あの解釈は、うん、T さんの解釈が一番正しいような気がするんだよね、うん、いやレッドヘリングっていう考え方、はいはい、な方がなんか正しいかなと思うよね、うんうん、あんまりそれ考えててもしょうがない、うん、なんかね、だからこれ後編でどういうふうにその悪を定義するのかは、うん、ちょっと楽しみではあるかなと思う、まあでもなんか出てきそうですね、ひょっとしたら親玉的な人が、うん、これはねだから3つ選択肢があると思うんだよね、うん、そのどれを選んでくるのかは AI、うん、リアル人間親玉、うん、そのもう一個はだからあのレッドヘリング、あ、うん、ただの目くらましで、うん、一切触れない、だから最後まで触れない、まあ、触れないっていうか、うん、そのままそれはどうでもいい、温存するというか、うん、巡るというか、うんうんうん、そうどうでもよく描くんじゃないかなとは思う、うんでもやっぱりだから容赦ないよね、トム・クルーズの制作体制は、一応ほら観客に今最も刺激のあるアクション映画で映画館で別世界を楽しんでほしいっていうそのなんていうのかな姿勢、まあ、おもてなしというのか、それはやっぱり突き通してるとは思うんだよね、だからこそ逆に悪の概念とか正義の概念はそれこそレッドヘリングぶら下げてそれで突っ走ってもまあいいのかなって思わせてしまうぐらいその徹底した、うん、なんていうのかなおもてなし、うん、体制は感じたけどね、うん、だからといって、まあ、そんなに面白いと僕は思わないんだけどね、いや面白いよ、もうまさにそのでも2時間40分もいるっていうのはあるのよ、これ2時間ぐらいでいいんじゃねっていう、確かにね、うん、もうお腹いっぱいだもんだって、あのアクションとかすごいし、うん、だけど新しい発見とかはあんまりてか別にドラマは深くないわけだから、ね、うん、あのやっぱりその刺激性のあるアクションをここまでやったっていうのをこう自己更新していくだけじゃない、うん、っていうのはあると思うんだよね、うん、だからそれはそれですごいことだし、うん、とにかく2時間40何分そのなんていうか観客を飽きさせずに、うん、今まで見たことのないそのなんていうか映画的極致にいざなう、うんっていうその姿勢は本当にすごい、そうですよ、ね、頭が下がるとは思うけど、うん、だからといってそれをもう僕はほらそれほど面白がる年齢じゃないじゃないですか、うん、あと見ている本数から言っても、うん、ただその
まあそれほどね、うん、年間何本もご覧にならない方が、うん、映画館の大迫力の映画を見たいっていう層にはもうぴったりですね。だってこれテレビで見たいよ、これモニターで、うん、いやお家にさすんげえでかいスクリーンがあんならいいと思うんだけど、まあ50センチぐらい、50インチか、うん、50インチぐらいまでだったらやっぱり絶対に劇場にはかなわないわけじゃない。いやテレビじゃかなわないです。だからさ、うん、それこそこれ劇場で見る映画だと思うんだよね、うん、劇場でお金払ってさ、それこそなんだっけ 3D とか OD とか、うん、なんだっけ IMX MI6 ドルビアトモスとか冗談言ってんだけど突っ込めよ本当にもうとかそういうので見るのに、うん、まさに適した映画じゃないですか、うん、だからもうそれは分かってんだよ。だからトム・クルーズはそのね、いわゆるアーティーな映画を見たい人はアーティーな映画に突き詰めて見ればいいけど、逆側のこっち側は僕が究極を見せてあげますよっていう、そういう姿勢がもうビンビン感じられて、 その姿勢には本当に頭が下がる。本当にだってここまで我々とほぼ同い年ですよ、トム・クルーズこんなストイックに生きる。だってもうだってこれあれだもんね、あのいわゆるこう何肉体フィジカルのそのなんていうの、あのアスリートと概念的には変わんないじゃないですか、うん、だから映画界のトップアスリートですね。我々みたいにグダグダと食いたいもので食いたいだけ食ってないと思うのよ、うん、本当に大谷翔平ですから。いや本当にそうだと思う、うん、しかも才能もギフトもね、うん、もらって、うん、ある上にさらにそれを修練して、うん、切磋琢磨して、うん、研ぎ澄ましてるわけじゃないですか。だから映画人としては頭が下がりますね。っていうか一緒のところにいられない本当にもうこんなのグダ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 し、もうなんかほら端っこでこぼれ落ちて、うん、あの今列車が落ちてますから列車が落ちてます、列車がまたわけのわけなこと言ってますよ。車両が落ちてます、全くわけなんだなと言ってますよ、うん、トム・クルーズはそこをガガガって駆け登れるわけですよ。ちなみに正真正銘割られとほぼないじゃんね、62年生まれだから、うん、僕のだから3つ上で佐藤さんの1つ下って面白いですか、毎回おっしゃって毎回面白い、うん、今初めて見ると、そうなんだ、あそう、僕の3つ上で佐古さんの1つ下ですね。佐古さんが1961年生まれ、私が1965年生まれだ。蛇年ですかね。蛇年です、うん、もうしつこいんですよ、だから、うん、T さん半笑いでも呆れてますか。いや、だからいつものくだり、お約束、お約束、はい、だからね、やっぱりね、やっぱこれまさにそのこの夏休み、うん、暑い時にさ、うん、劇場に涼みに行って2時間47分ですよ、うん、本当に1日の何分の1かですよもう、うん、でそれで行き帰りもあると、まあ、1時間ずつ足すと、うん、もうほぼ5時間ですよ、うん、だから半日ですよね、うん、まあ、これを楽しめるってことでいいんじゃないでしょうか、うん、だから 4DX とかでも楽しむ方たくさんいらっしゃると思うんですけど、もう どっかそういう特殊な劇場で見るにはうってつけないかだと思うし、撮れないと思うんですよ。だから逆にいやいいんじゃないね、うん、でもまあ仮に僕は別にそういうとこ行きたくないし、うん、普通の映画館でも本当に楽しめるし、楽しいね、うん、まあ量をねこう撮るにはもってこいの映画ですよね、うんうん、でもあの前のミッションインポッシブルでね、うん、4DX で俺見たんです、うんうん、一回体験してみようと思って、うん、そうするとあのこう実際こっち側で飛行機が向こう飛んでるじゃないですか、うんうんうん、で自分は飛行機飛んでるのを見てるんですけど、うん、飛行機の音がこうガタガタガタって揺れるわけですよ、うんうんうん、で視点が変わって地上の人を映すと、うん、それがなんかなくなっちゃうわけですよ、うん、だから継続してこううまくリンクしてくれないと、あ遠くなった音とか、だから自分は飛行機のままで見たいって思っちゃうと、うん、なんかガタガタ揺れたり切れたりが、うん、どうもうまく自分は体得できない気持ちに入ってこない。たくしさんおっしゃるよく体に入ってこない、うん、まあ、要するに自分の中のリズムとしてそれをリアルには感じないってことね、うん、そう、その向こうが供与してくれているその効果が自分は効果としてうまくフィットしないと、だから俺嫌なんだよ。わかる、うん、俺はね自分ペースで映画見たいんで、そうでね、うん、ひょっとしたらなんかそういうのもうまくもう解消できてるのかもしれないとかとも思うんです、もう何年も経ってるから。そういうレクとちょっと比較してみたいな、まあ、僕はね人間の能力の方が無限だと思っていて、まあ、多分ねこういうの 4DX を見たらその瞬間的にはアトラクションとして面白いと思うんだけど、僕は一回体の中に取り込んだ方が映画のスケール感を感じられるというふうに考える派なんで、僕はなるべく普通の映画館で見たいと思ってますね。うん、だからもし 4DX でご覧になったかもね、そういうこう視点の切り替わりで、うん、あのそういう揺れとかがどうなってるのかちょっと、うん、まあ映画はねみんなそれぞれご自身の娯楽だから、うんうん、
そういうとこに、まあ、カップルで行って行くんならさ、やっぱりそういうアトラクション的なとこで楽しんだ方が面白いと思うし、いいよね。だから今いろいろと楽しめて、まあ、あの興行収入の方ですけど、当たり前のように初週1位で、うん、君たちはどう生きるかを抜いて、うん、874スクリーンなんで、まあ、かなりワイドな公開で、ここでしょ、うん、でもそっちか、でもアベレージも121万8356円なんで、すごいね、うん、まあ、すごい入ってましたね、うん、やっぱり都心はミッションインポッシブルか君たちはどう生きるか両方とも入ってますからね、いいんじゃないですか、うん、今ね、あのちょうどアメリカはあの、うん、オッペンハイマーとね、はいはいはい、あのなんだっけあれ、あれバービー、バービーがなんかもうなんか史上初めてのなんか記録みたいですけどね、まあ、こうやって逆になんかいつも言うけど、うん、1本じゃないのよ、うん、こう連関して何本かがあることがやっぱりその映画館に人を呼んでくることなんで、本当そうですね、うん、だからこうね、今のその脚本家組合のスト、うん、俳優組合のストが解消されないと、うん、日本映画だけっていうわけにはいかないかもしれない、日本映画だけでいいチャンスっていうのはちょっと違うんじゃないかなと僕は思うんだよね、うんうん、これはだから劇場にとってはさ、ミッションインポッシブルも君たちはどう生きるかもね入ってるし、まあそのなんだっけアイドリッシュセブンとかさ、うん、こういうものも稼働してくれてるわけじゃないですか、うん、まだ引っ張ってる東京リベンジャーズとかインディジョーンズとかスーパーマリオとかもね、リトルマーメイドも入ってるし、まあこういう状態なのがやっぱり一番望ましいよね。コメントでね、うん、君たちはどう生きるかが大ヒットしてる余波で、うん、サントメールがちょっと空いてましたっておっしゃるコメントがあったんですけど、うんうん、それはどう思われますか。まあ、これはどっちかわかんないよね、これはわかんない、ちょっと被るかもしれない、うん、お客さん大かぶりではないけど、まあ、かぶるはかぶるでしょうね。でも逆に言うと、うん、やっぱ映画って頻度なんで、うん、1本見ると2本見たくなるし、うん、だから僕はそれはちょっとどうなのかな、ストレートにそうは思わないかな、うん、逆に言うと君たちはどう生きるかもしやってなくても、うん、ひょっとしたら厳しかったのかもしれない、まあ、逆に言うと君たちはどう生きるか混んでるからそっちに回るって考え方もあるかもしれないし、まあなかなかそうストレートに難しいんですよね、うん、サントメール自体がやっぱりちょっとミスったのかもわかんないしね、うんうん、まあおっしゃることもあり得るかもしれないし、うん、そうじゃないかもしれない、うん、それはちょっと一概になかなかそのそうだとか違うとかコメントしにくいですよね、うんうんうん、でも僕はいつもだからやっぱりなんていうのかな、このシネマサロンを始めたその元々のきっかけも1回の人を2回、5回の人を10回にしたいから、うんうん、一緒にこう楽しみたいっていう思いでね、一回でも多く映画見てくれたら嬉しいなと思って、うん、何しろこの隣にいる人が今まで年間何本見てたんでしたっけどうでしょう、まあ50本、いや50本も見てないと思います、まあ見てないよね、うん、今何本見てんだっけ、250本見てます、ね、ほらもうこの人が5倍になってんだから、少なくとも5倍以上だね、まあ5倍以上になってるでしょ、うん、10倍だ、ね、それだけでもやっぱりすごいことで、もし視聴者の皆さんでね、今まで映画見てなかったのが見るようになったとか、だってそういうコメントすごくたくさんいただきますよ、うん、だからあの、うん、まあ微力ながらね、うん、そういうことができるんならこんな恥かいてこれやってもありだなと思ってるわけだし、まあそれはトム・クルーズの頑張りには僕はもう到底及びませんけど、トム・クルーズがあそこまで頑張ってるのは僕もちょっと恥かいてもいいから、このぐらい頑張ってもいいかなって改めて思わせるようなのがこの映画だったし、実際こうやってね、夏その3年間コロナで劇場がある程度止まってる中で、こうやってね少しでも多く動員されてるのはやっぱり喜ばしいことだし、まあこれがだから地方のアートシアターまでね余波が回ってくれれば本当にいいなと思うんだけど、うん、今度新しくね大阪にも劇場できるみたいだし、あ、そうなんですか、うん、あの来たりね、行った、なるほど、まあじゃあちょっとスクラップ&ビルドもでもやっぱりこう年間ね何本かこうミッションインポッシブルとか、うん、まあ君たちはどう生きるのか日本のアニメとかね、うん、やっぱり観客を引っ張ってくれる映画がないともともと論理的に成り立たないので、うん、まあ、こうやってミッションインポッシブルがあの予定通り、うん、まあ、予定を超えて稼いでくれるのは本当に素晴らしいことだなというふうには思いますけどね。で、まあ、一時期ちょっとアメリカ映画のライブアクションが入んなかったりしてたんで、こうやってちゃんとミッションとかが稼働してくれるとちょっと安心ですよね、うんうん、もう10億でしょだってこれ。そうですそうです、もう10億いってことは1周目、まあ、20億弱はもう稼いでいくと思うんで、これも今年のライブアクションの外国映画としてはまあ、相当上に来ると思うんでね、
うん、君たちはどう生きるかもう36億ってますから、ね、すごいよね。だってもう50は楽々割れてるじゃないですか。楽々ですね、うん、もうすぐですよ50は、うんうん、問題はどこまでいくかですよ ね、 ですね。まず100を超えていくかどうかでしょうね、うんうん、なかなか素晴らしい夏工業ね、うん、盛況で盛況でシネコ行くとお客さんは本当多いですもんね、うん、スーパーマリオもう130億までいってんじゃんだって、ね、すごいよねこれ、うん、もうこれもう予想大外しですね。うん、そうだね、恥ずかしいぐらい外してる。それはだから逆に言うとそのイルミネーションのさ、そうそう、スタジオの作品とかの最近のこうね、うん、日本での受け入れられ方とかがやっぱりあのデータの中に欠けてるからじゃん。あとそのライブアクションアニメじゃなくても、うん、マリオの、うんうん、が失敗したじゃないですか、はいはい、あれもちょっとマイナスとして先入観があったね、まあ、でも何年前の話だよ。そうそうそう、だからその全然こうね、うん、データを書き換えられてなかったか。そうだったね、うんうん、まあ、僕も別に当てたわけじゃないけど、うん、佐藤さんほど大外しはしてないかな。まあ怪物も20億いってますし、うん、まあこれは予定通りだと思うんだよね、うんうん、そうですね、うん、コナンも、ね、130億、うん、すごいね、本当にすごいね。すみません、あの別のコナンと間違えちゃって、うん、いや僕が間違えてそれを上塗りしたあなたが上塗りしただけじゃんだって。いやだからミッションインポッシブルみたいな映画の存在力っていうのは非常に大事だし、映画業界にとってね、そう、うん、これだから全世界の映画興行を引っ張ってる牽引してる作品だよ、ね、これ中国でもやんの、これはやったの。いやわかりません。なんかほら前作のマーヴェリックがさ、いろいろ、ね、はいはいはい、あの問題でマーヴェリックはやってない、中国やんなかったじゃないですか、うん、これはちょっと微妙じゃないですか、うん、若干政治っぽい匂いもするし、でも中国に直接響くものはないと思うので、うん、ね、うん、どうなのかな、うん、ちょっとなんかもし、ね、その情報をお持ちの方はコメントでお寄せいただけると、まあだから次回のこのデッドレコーディングパート2がいつ見られるのか、それとこの今回のその俳優のストで、うん、そのさっき僕が予想したようなことを三部作に変更か変更とかそういうことするのかどうかだよね、うん、まあ、裏側的にはそれちょっと注目っていうか興味ありますね、うん、そうだね。あとだからトム・クルーズがキャンペーンも今回できなかった、日本に来れなかったじゃない、うん、まあ、あの去年あれだよね、あのマーヴェリックやった時に日本来て来年も必ず来ますからって言ったわけだけど、うん、ね、まあ、本人のそのホイットは別にあのまあなんていうのできない断念せざるを得なかったんで、ね、まあ、その辺が今後も続いていくとなるとどうなるのかですよね。だからパート2仮にその3部作にしてパート2公開できるってなってもキャンペーンできなければね意味ないと思うんで、どうすんだろうね今後これ、うん、だからまあそう手放しでね、デッドレコニングパート1を見て喜んでるわけにもいかないしね、うん、イーサイ・モラレスよかったね、悪役の、うん、うん、なかなか、まあ女性の3人もねよく聞いてたし、うん、キャスティングはやっぱ豪華でいいよね、うんうん、はい、ということで本日はデッドレコニング、ミッションインポッシブル、逆か、ミッションインポッシブルデッドレコニング逆だったね、うん、パート1について語ってもらいました。どうもありがとうございました。